女神転生、デビルサバイバー2、デビルサバイバー2は、2011年7月28日に、アトラスより発売された、ニンテンドー DS 用ゲームソフト。2013年4月から6月まで、テレビアニメ版が放送され、2015年1月29日に発売された、ニンテンドー 3DS 版、デビルサバイバー2ブレイクレコードについても説明する。声は、 テレビアニメ版で割り当てられており、後に任天堂 t e ー d 3DS 版及びパチスロ版でも使用されている。2015年1月29日に発売された任天堂 t e ー d 3DS 用ゲームソフト。通常版に様々な要素が追加されたアップグレード版である。既存キャラの声はアニメ版と同様。追加楽曲は伊藤賢治ではなく目黒正史が担当している。当初、 アトラスブランドを保持していたインデックスの民事、再生手続き開始後の2013年7月11日、発売予定だったが、アトラスブランド自体が、インデックスから、セガの子会社であるインデックスへ譲渡される前日である2013年10月31日に、クオリティアップのために2013年秋に発売を延期することを発表。その後、 アトラスのセガサミーグループ入り後の2014年に発売延期が再度告知された後は長らく動きがなかったが2014年9月に上記の通りに再告知された2013年4月10日からソーシャルゲームデビルサバイバーにザエクストラワールドがモバゲーでリリースされた基本プレイ無料のアイテム課金制2014年3月31日をもってサービス終了 デビルサバイバーにザアニメーションのタイトルで2013年4月より6月までアニメイズム第2部にて放送された。監督は騎士政治が担当し、アニメ制作はブリッジンが担当している。主人公が最初から白硬を召喚したり、悪魔合体が最終回まで登場しないなどの改変が加えられている。レーベル、トイ・エスファクトリー中盤以降は次回予告が放送されなかった回や、 自番組、恋愛ラボの番宣に差し替えられ、後日公式サイトや配信サイトで公開する形式となった回もある。発売、ポニーキャニオン、デビルサバイバーに最後の7日間のタイトルで2015年3月に、オリンピアよりリリース。デビルサバイバーにザアニメーションに関する、カテゴリー、デビルサバイバーにブレイクレコードに関するカテゴリー。ありがとうございます。